はい、すみません、短い休憩時間となってしまいましたが、パネルディスカッションの2つ目、本日の実質最後のセッションになるんですけども、パネルディスカッションの、時間とさせていただきたいと思います。はい、それではじゃあ、モデレーターの方は、弊法人のユニセック、川島の方がさせていただきますので、はい、川島さん、よろしくお願いいたします。はい、皆様、長時間で、そろそろお疲れになった頃かと思いますけれども、今日最後の、そしてこの、インセックスペースジョブフェア、最後のパネルディスカッションと、を、さ、あの、始めさせていただきます。で、タイトルがですね、New in Established。つまり、いわゆるですね、オールドスペースと、陰口を叩かれている会社にの、新しいことをやってるんだという、そのニューということを、ニュー・イン・エスタブリッシュと。しかしですね、続けて読むと、ニュー・イン・エスタブリッシュと読めもします。でも、入院してるわけではなくてですね、今まで実績のある会社の新しいことを、今日は議論しましょうということです、ございます。で、本日の流れについてお話しさせていただきます。本日のですね、期待していることはですね、決して予定調和ではないですね。10年後に思い出したらですね、あれが変化の始まりだったねっていうような、エポックメイキングになるような議論を期待しております。で、まず今、パネルディスカッションの説明をしております。で、それから各社のニュー、新しい取り組みですとか、イノベーションの種などをご発表いただきます。それからですね、議論を3テーマについてする予定です。最初のテーマは、今後の宇宙開発がどういう方向に行くと思うか。で、御社はですね、それぞれの会社はどこを狙うかということを話していただきます。で、それから2番目として、社会を大きく変えるような宇宙技術の利用とか応用にはどういうものがあるかと。で、その中でどこを狙うか。それから3番目にですね、日本の宇宙産業は本当に、アメリカとか中国に比べて本当に小さいんですが、その宇宙産業が生き残ってですね、発展していくために、これから何が必要だと思うか、何をすべきかということを、この3点について議論を、だいたい10分ずつぐらいですね、したいと思います。で、4番目として、各社が欲しいと思う人材の資質とキャリアパスを、どんなキャリアパスを準備してあるか、どんな留学制度とか研修制度があるかとか、各社の、それぞれの自慢をしていただければと思います。で、できればですね、皆さんからのご質問も受ける、それからパネリスト同士の質問もですね、受ける時間をちょっと取りたいと思っております。では、先にですね、パネリストの皆様を、そうですね、ちょっとこのような方たち、本当にこの日本を代表するですね、宇宙企業の方たちが皆さんお集まりいただきまして、本当にありがたいことです。で、これから皆様の、お一人ずつですね、スライドを使いながらご説明をしていただきますので、では、この順番で、これは全くお名前の五十音順です。なんらですね、意図があるものではございません。で、五十音順でお話をしていただきたいと思います。はい、では最初の、青木様のスライドをちょっと準備いただけますでしょうか。First one, yes. はい、青木和彦様、エスカパー JSAT 株式会社執行役員で経営企画部門長補佐でいらっしゃいます。ビジネス経験大変豊富で、お写真、顔写真を入れてくださいとお願いしましたら、このような大変ラフな写真を入れていただきまして、お人柄も忍ばれるのではないかと思います。では、青木様、よろしくお願いいたします。はい、ただいま紹介ありがとうございました。スカパー JSAT の青木と申します。青木和彦と申します。私は1964年生まれ、辰戸市で、1987年に入社いたしました。以来30年にわたって、衛星の完成とか、衛星調達であるとか、衛星サービスの営業など、宇宙に関わる様々な、ほぼほぼ全ての業務
を経験してまいりました。いただきます。これからちょっとご紹介いたします。社内スタートアップ支援制度、まあ、SUP と呼んでおりますけれども、まあ、これを担当しておりまして、それと合わせて、まあ、昨今重要になってきている SDGs あるいはセキュリティなどにも関わっております。まあ、学生の皆様ご存じないかもしれませんが、スカパーデサットは実は1985年に設立された、まあ、いわゆる宇宙ベンチャーの走りでございます。まあ、通信の自由化をきっかけに設立された民間初の通信衛星事業者ということで、まあ、当時は衛星など何もない、まあ、人工衛星って何というような、まあ、そういう時代でございました。まあ、これ、私は87年に入社しまして、まあ、1990年の通信衛星打ち上げを皮切りに、これまで大体8000億円を投じて30機以上の静止衛星を打ち上げてまいっております。まあ、現状衛星19機、それから静止衛星19機、それから低軌道衛星1機を運用して、まあ、アジア最大の民間衛星オペレーターということで、まあ、現在もですね、宇宙業界を引っ張っているという自負を持っております。で、まあ、言うまでもなく、当社の主力事業というのは、スカパーを運営するメディア事業と、静止通信衛星を運用する宇宙事業、この2つなんですが、まあ、残念ながら昨今のテレビ離れ、ということで、まあ、メディア事業も非常に厳しい課題に直面しておりますし、静止通信衛星事業も、まあ、低軌道衛星のコンストレーションによる、まあ、新しい宇宙インフラというものが登場してまいりまして、まあ、メディア事業、宇宙事業ともに現状の事業の伸び悩みというのが、まあ、正直言うと鮮明になってきていると。で、このため、まあ、全社員を巻き込んだワークショップを1年以上重ねまして、2018年に新しいコーポレートミッションを定めました。まあ、これはスペースフォーユースマイルということで、まあ、ここには何も書いていませんが、このミッションを全社員で定めて、で同時に新たな事業を作っていかなきゃいかんという問題意識の中で、もう全社員が提案して実行できる制度というものを作りました。これがスタートアップ制度、支援制度です。で、これはですね、採択されると1年間で最大1億円の予算を使う権限を持ったプロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーとして実際に人事発令をして、新人であったとしても部長同等の決裁を行うことができるという夢のようなシステムでございます。まあ、これまで8件が採択されて、まあ、すでに事業化されて新会社を設立したもの、あるいは当社事業の新サービスとして取り込まれたものもありますけれども、本日はその中で現在事業化を検討しているユニークな案件を紹介したいと思います。ここに記載している通り、宇宙ステーション ISS 希望を使った宇宙放送局というものをこの8月に開局しまして、将来的には船外カメラを使ってというような、要は国際宇宙ステーションでエンタメをやろうというプロジェクト、それからレーザーで宇宙デブリを除去しようということで、まあ、これは今理化学研究所や JAXA 様、九州大学、名古屋大学等と連携して、まあ、衛星にレーザーを搭載して、まあ、デブリの姿勢と軌道を制御するという、一見なんじゃこりゃっていうようなアイデアなんですが、余裕を詰まってみるとこれいけそうだねということで、今実証衛星の開発を着手したところです。それからもう一つは太陽光発電、これはやはり自然、再生可能エネルギーということで、これを支援するシステム、これは従来の宇宙から見たひまわりの画像だけではなくて、地上から雲を見る天球カメラを使ったデータ、これを組み合わせて、AI で太陽光発電の直前予測をすると。今、直前予測というのはできなくて、せっかく発電した太陽光エネルギーのかなりの部分を捨てちゃってるんですね。これかなりもったいないということで、これを最大限活用できるようなシステムを開発しております。であともう一つ、これは SUP というわけではなく、自然発生的に、当然我が社のネイチャーとして出てきて当然という形なんですが、
まあ、月探査向けの開発に向けて宇宙通信のインフラ、まあ、光衛星通信のアーキテクチャを、まあ、検討を開始して、今まあ、ニクト様と共同研究をして外来で、発表したりということをしております。まあ、これらの案件すぐに事業できるものではないですけれども、スパージェサットの2020年代後半に向けて中長期計画の中で事業化を狙っているもので、まあ、これらに関わるプロジェクトメンバーは、まあ、産官学の関係者とさまざまな連携とパートナーシップを構築するため、まあ、現在は活動を続けています。まあ、皆様もですね、これらすべてプレスリリースしておりますので、経過等々注目していただければと思います。ちょっと長くなりましたが以上です。すみません。すみません。次に日本電機株式会社社会基盤ビジネスユニット上席主幹でいらっしゃいます足立正樹様にご発言いただきます。はい、皆さんこんにちは。 NEC の足立正樹と申します。よろしくお願いします。ここに書いてある通り、1984年皆さんが生まれてない頃に入社して一貫して宇宙畑を、歩んでまいりました。まあ、最も分かりやすい経歴は初代のはやぶさのカプセル設計者という肩書きになります。顔写真の下に当時もう10年前になりましたけれども、はやぶさが戻ってきた時の、写真を写してます。この時は、今日のイベントと違って本体が燃え尽きるという非常にエモーショナルな場面がありましたので、おそらく 90% 以上の人が赤い丸で囲った小さな点に注目している人はいなかったと思うんですね。まあ、ですが私は当然カプセル設計者ですので、まあ燃えるものは勝手に燃えてくれと、まあ、とにかく赤丸の中にあるお前だけは燃え尽きるなよという念じ続けながらこの画面を見ていた、そういう記憶があります。で、まあ、我が社のニューに4つ載っけてますが、その冒頭に本日のはやぶさ2カプセル期間ということで、私もなんとか午前2時半に起きてこの目で見ました。なぜかというと、まあ、はやぶさ2に直接関わってはいないんですけども、まあ、設計がほぼほぼ踏襲されてますので、何かあるとちょっと気持ち悪い感じがありますので、まあ、それを見届けるということで、まあ、一番のイベントはカプセルが無事分離されるというところだったんですが、まあ、その後パラシュートも開いて、そしてすでに確保されて本部に戻ってきているという、最新情報があったので大変ホッとしているということです。で、我が社のニューでありオールドである部分というのは、まあ、はやぶさ2に代表されるような宇宙でこういうことをやりたいんだという人たちのために、なんとかそれを実現するものを作る、まあ、ものというのはハードソフトを取り混ぜたシステムを作ると言い換えてもいいと思うんですが、それはまあ我々の特徴であり、今後とも柱とすべきものだなというふうに考えています。それから今年は、ベトナム向けの地球観測衛星ロータスサット1というものを受注できました。こちらは日本の地球観測衛星として初めて、海外政府に提供することが決まったものであります。こちらはいわゆる商売として、こういう製品がありますよということを世界中にオファーして、じゃあぜひうちにと言って、もらっていただくと、はやぶさ2も達成感がありますが、まあ、自分たちの製品が世界的に認められて、そして買ってもらうという商売の基本の喜び、まあ、こういうものを、初めて味わうことができたなというのがこのものであります。それから残りの2つは、宇宙の利用に関するものでありまして、ここに書いてあるのは、我々がいろいろプロモートをしてさまざまなテストケースをいただいたっていうニュースじゃないんですね。まあ、我々人工衛星を作るところは宇宙システム事業部という、まあ、部門にあるんですが、 NEC の全く違う部門が自分たちのビジネスとして衛星を使ったビジネスを始めたというニュースに価値があると思ってます。赤い点が書いてあるの、これ実はトマトなんですけども、農業 ICT のプラットフォーム、クロップスコープという製品が、
サービス&ソリューション部門の優秀賞を受賞したっていうものなんですが、これの前にもう5年以上前からですね、カゴメさんと一緒に、主にヨーロッパの農場で、トマトの収量アップ、まあ、この研究を行ってきて、まあ、一定の成果が得られました。ヨーロッパのあとオーストラリアの農場にも提供していると。さまざまな会社さんとそういうことをやっていって、農業 ICT のプラットフォームとして、まあ、その中心となる部分を製品化して、それを使って対応するということです。で、大事なことはこの農業 ICT プラットフォーム、人工衛星のデータを使っていますが、それだけを使っているわけではありません。現地のさまざまな、計測データ、そういうものも織り交ぜながら、AI を駆使して新たなファンクションを導き出して対応するというものになっています。それから最後にご紹介するのは、これは南紀白浜エアポート。まあ、ここの空港ですね。まあ、そこの凸凹を計測する。また凸凹の変化を計測する。まあ、そういう実証実験を行っています。まあ、すでに商用で使われているエアポート、まあ、そこのメンテナンスのために実際にお金をいただいて対応するということも始まっておりまして、まあ、こちらも、NEC の別の部門がやっています。つまり、まあ、別の会社がやっているのとほぼほぼ同じなわけですけれども、我々としては、まあ、社内の利を生かして、まあ、他社には言えないような、コアのデータも含めて、まあ、様々な衛星の利用方法をお話しすることで、他の事業部のビジネスに貢献していると、まあ、こういう具体的な動きが4つ揃ったのが、たまたま今年の後半部分ということになりました。はい、足立からは以上です。ありがとうございました。それではですね、次に、三菱重工業株式会社防衛宇宙セグメント宇宙事業部技師小笠原光様にご発表いただきたいと思います。はい、小笠原です。皆さんこんにちは。今日は時間をいただきましてありがとうございます。今ご紹介預かりました三菱重工に、まあそうですね、足立さん青木さんと一緒で、まあ、30年ぐらいいます。今日は日曜日のお父ちゃんの格好で背広っていうかスーツ着てなくて恐縮です。まあ、自己紹介ですが、まあ、長いこと会社にいますので、幸いもたくさんのプログラムをやらせていただきました。ロケットでいうと H1、H2、H2A、H2B、H3 と、から宇宙ステーション、GM、それから王冠機のプロジェクトで、オービタルリエントリーエクスペリメント、オレックス、ハイフレックス、ホープ、ぐらいをやりました。で、分かりやすいところで言うと、GM のバンパーの設計したのは私です。それからハイフレックスといってマッハ15で再突入した揚力飛行した再突入機なんですけど、その設計したのは私です。から H3 の初代の PM が私です。でそんな感じですね。まあ、いろんなことをやらせてもらいました。さっき あのこの一つの前のセッションでニュースペースはいろんな入るといろんな仕事をしないといけないということをおっしゃってた方がいらっしゃいましたけど、エスタブリッシュドスペースといいますか、揶揄されるオールドスペースも同じでして、決してそのオールドスペースだから同じ仕事だけ20年30年やってればいいということはないですね。お前あれやれこれやれあれやれこれやれといろんなことをやらせていただきましたというか、やらされましたという感じです。という意味で、いろんなことできますからやりがいありますので、決してエスタブリッシュドスペースも何て言いますか、揶揄しないでくださいというお願いぐらいをしておいて、入院 MHI 宇宙ということで、入院してるわけじゃなくて、これから起きてくる新しいことを、まあ、少し紹介しようかなということで、チャートを1枚準備したというのがこのチャートです。今我々どこにいるかっていうのが、左の下にあるピンクで囲った枠、今これ H2A ロケット枠で囲んでます。 H2A ロケットで打ち上げサービスが、まあ、ロケットで物を人工衛星をペイロードを宇宙へ運ぶというのが一番大きな仕事です。合わせてそこから右の方へずっと行っていただいて、右下の真ん中ぐらいのところにピンクで囲ってある宇宙ステーションと HTV この鳥がありますが、
大きくはこの3つ、この鳥で ISS のサポートをするといったあたりが、まあ、大きく我々の現状のやっている仕事です。で、これからニューということで、どの辺を攻めないといけないか、ないしはどのあたりに問題意識を持っているかというチャートがこのチャートなので、順番に紹介します。左下からいきますね。青い低コスト化と書いた、まあ、帯ですが、輸送のシステム、ないしは輸送のマーケット、輸送のニーズが、どんどん多様化して、スペース X なり何なり、まあ、いろんなベンチャーが入ってきて、輸送の価格低減が起きているので、低コスト化必須ですということで、今 H3 をまさにやっておりますが、H3 だけではとても拉致開かなくて、さらに低コストを進めていくということで、右に、左の角のところ書いてありますが、最終化、例えば一段を LRB 化して回収するとか、さらに宇宙基本計画で最近話題になっているのが、ポイントトゥポイント高速輸送、右の海の上に書いてあるやつですね。P2P の P はポイントです。基本的には低軌道に安く物を運ぶという手段が、地表の日転換を高速で安く運ぶという新しい市場を開くんじゃないかというところで、そのあたりも目指さないといけないんじゃないかと。それから宇宙の環境問題、先ほど青木さんからもありましたが、大変な問題になってます。実は私が最初にジェムのバンパー設計したときは、当時、NASA の要求文書で NASA の SSP30425 って言って宇宙空間の環境規定があったんですが、トータルで3000トン弱のデブリだと言われました。今はもうその倍を超えています。もう二十何年経ってますから、どんどん悪化しています。そういう中で、実は衝突試験とか、90年代にアメリカが4年軌道上にいて回収した物体とかも、アナサ・ラングレーに行って見たりもしました。やはりちっちゃな表面にいろんなデブリが当たったとか残ってました。そこからさらに厳しくなっているところも考えると、我々これから物を運ぶ、宇宙に出ようと思ったら、例えば軌道へ上がるときにロケットはこうデブリを避けて飛ばないといけないんじゃないかとか、そもそもデブリを出さないように、自分がデブリにならないようにしないといけないんじゃないかとか、いうことをまあ考えていかないといけないかなと思ってます。それと右端のところでちょっと変わっている微小デブリ除去と書いてますが、実は今10センチよりちっちゃなデブリって見えないです。から回避もできません。から ISS のバンパーは1センチより1センチより小さいものはバンパーで受け止めることにしてますが、当然1センチよりちっちゃいものは見えません。で、落ちません。なかなか。なので、1センチより小さいもの、見えないデブリをなんとかこう落としていく。ってなことも考えていかないといけないかなと思ってます。あと右の上、真ん中の上のあたりが新宇宙というところで、ポスト ISS でゲートウェイプログラムというのが、まあ、ほぼ立ち上がりつつあります。まあ、大統領変わるので、米国の動き若干変わるかもしれませんが、いずれにしても月、火星という流れは変わらないので、そこに向けた新宇宙の輸送システムですとか、技術的には放射線環境がどんどん厳しくなりますから、それに耐えるような技術ですね。構造であり、吸収するような機能を持った材料であり、そんなようなことをせめてやっていかないといけないかなというふうに思っていて、なけなしのお金なんですが、まあ、少しは研究開発を進めたり、もちろんエージェンシーの JAXA さんと一緒に仕事をさせてもらったり、まあ、そんなことをニューということで最近やりかけています。以上でございます。はい、ありがとうございます。いろいろまた後で深くお話を伺いたいと思います。では次にですね、クロスサトル様、横川電機株式会社宇宙ビジネスディベロップメントエグゼクティブでいらっしゃいます。ではクロス様、よろしくお願いいたします。はい。それでは始めたいと思います。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。私はクロスと申しまして、横川電機で宇宙ビジネスデベロップメントエグゼクティブというファンクションをやっておりまして、その関連で昨年度インターナショナルスペースユニバーシティ国際宇宙大学のエグゼクティブスペースコースで、今年はインタラクティブスペースプログラム、こういったものに参加して卒業をしております。で、皆さんのお話を聞いていると本当にエスタブリッシュな
宇宙ビジネスの企業さんなんですけれども、我々ちょっと経路違いまして、宇宙ビジネスは新規事業という位置づけでやっておりまして、そういうことでやっております。でちょっと簡単に弊社の紹介をしますと、1915年に設立しまして、売上約4000億円、そのうち7割が海外で、主力はですね、ビジネスは制御事業、プロセス制御でございまして、こちらですと国内トップで世界トップ5に入っておりまして、従業員が1万8000人、そのうち1万1000人以上が外国人の方で、研究開発に力を入れておりまして、 7% ぐらいを、売上 7% を毎年投資しているという会社でございます。で、宇宙はですね、やってはいたんですね。62年、この白黒の写真のように NASA に最初に、電離層のセンサー、こちら入れたのが始まりでございまして、宇宙開発機関 JAXA さんとかに、測定器、開発の測定器いっぱい入ってます。それからロケットにも若干、フローセンサーとかそういったものが入っております。そういったところですね、これから我々は出ていこうということで、まさに全てがニューなんですけども、我々の方向性としましては、主力の計測、制御、情報、こちらの分野、技術をですね、宇宙にこう広げると、我々の、海外に出ましたので、これからフロンティア宇宙だということでやっております。でそしてそこで生まれた技術とかソリューションを地球にも生かすということで、全体のビジネスを広げる中で宇宙を考えようということでやっております。で、例は3つ持ってまいりました。今年の例としましては、1つ HTV9 この鳥9号で ISS の希望モジュールのですね、低重力無重力実験用の機器、こちらを納入しておりまして、こちらは今度野口さんがやられる実験のうちの1つの細胞 iPS 等のですね、細胞バイオ研究、こちらで地上でできない 3D 立体化した細胞を作るところで、我々が納入した強焦点スキャナーという高速レーザースキャンを使ったイメージング装置があるんですけども、こちらの入ったコズミックという、そういう宇宙顕微鏡を納入してまして、これを使って細胞をですね、こう地上でできない立体化した臓器を作って、それを地球に持ってきてですね、こういよいよ本当に今シート状のものしかなかなかできないものをですね、立体化して本当に自分の臓器を自分に使うというような画期的な研究に使われるものです。で、2番目が地球の俯瞰をするデータのデジタルトランスフォーメーションということで、こちらは今具体的に中南米の鉱山とかの会社とですね、 POC やっておりまして、我々制御メーカーですので、地上のデータいっぱい持ってるんですね。地上のデータと、それから衛星が持っている俯瞰したデータ、こちらを組み合わせることによって、環境の制御であるとか、災害防止であるとか、こういうことができるねということで、今いくつかの会社さんと POC をやっております。で、最後ですけども、これはちょっとまだ時間かかりますが、我々友人のですね、宇宙開発、月とか火星に対して貢献をしようとしておりまして、その具体的な事例としましては、スペースバイオスフェアという、そういう業界団体というかですね、いろんな業種の方々の団体に入っておりまして、そこでサーキュラーエコノミーを作ろう。で、これは水、それから空気だけじゃなくてですね、食料ですね、食料を循環再生させるという技術がないと月火星に行けませんので、そういったものを使いまして、ですね、太陽光エネルギーだけで全ての資源循環ができるという、そういうシステムを作ろうということで、我々の中でのバイオエコノミーの分野の専門家と入れて今やっております。で、これができるとですね、こういった極限環境でのサーキュラーエコノミーができれば、これは地上の SDGs に生きるということで、宇宙初のサーキュラーエコノミーという考えでやっております。ということで、3つ ISS の無重力、低重力を使いました実験設備、それから地球のデータ、俯瞰するデータを使いましたデータトランスフォーメーション、それから最後に宇宙初のサーキュラーエコノミーという例をご紹介しました。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、ですね、次は小山博史様にお願いします。小山様は三菱電機株式会社電子システム事業本部の首席技官でいらっしゃいます。では小山様のパワーポイントを今出しますね。小山様の2枚使っていただいてますので、そうですね、はい、2枚目になるときにお知らせください。はい、はい、お願いします。こんにちは、三菱電機の小山です。私、入社以来
主に宇宙機と呼ばれるものを携わってまして、代表的なものでいいますと、織姫ひくぼし衛星ですとか、HTV、それと各種観測衛星、最近では順天長衛星との開発を行っています。最近では宇宙システム利用をメインにこう取り組んでいると、そういうものです。で、最初のページなんですけども、今日はエスタブリッシュという言葉を使っていただいているんですが、いわゆるオールドスペースの歴史そのものでございまして、三菱電機のこれまでの衛星事業を書いたものが1ページ目になります。やはり他の海外の衛星メーカーと同じなんですけども、通信、観測、測位、輸送ということで、この4大分野に対してまんべんなく取り組んできたという歴史を持っています。で、この絵に書いてありますように、さまざまな衛星取り組んでおりまして、メインの、プライムコントラクターと主契約者と呼んでますけども、約70機の衛星を開発してきたということ、さらに衛星に搭載するコンポーネント、こういったものにも取り組んできてまして、今まで合計しますと、500機以上の国内外の衛星に、太陽電池ですとかバッテリーですとか、いわゆるコンポーネントを提供してきた、そんな歴史を持っています。また、衛星の他に地上管制局、望遠鏡、スバルとかがよく知られた例ですけども、そういったものに取り組んでいたというのが今までの歴史になります。で、今日はそういった中でも、これからに向けた新しい取り組みということで、次のページで3つの取り組みをご紹介したいと思います。で、最近、ソサイティ 5.0 っていう言葉を聞かれたこと多いと思うんですけども、こういったソサイティ 5.0、そういったものの実現に向けまして、新しい3つの取り組みを推進中ということでございます。2ページ目変わりますでしょうか。すいません、次のスライド、できます、出ますでしょうか。映りましたですね。じゃあ3つの新しい取り組みをご紹介したいと思います。最初は順天長衛星絡みです。で、実は順天長衛星、今までですと衛星を作って、それで終わりというのが、エスタブリッシュの典型的なビジネスパターンなんですけども、やはりこれからはそれじゃ済まなくなっているということでございます。要するに定常的にこう使っていただかないとインフラとしても続かないということで、その常に定常的に使っていただくというそういう試みを新しくどんどん始めているという状況です。で、このページのところでですね、上の方に3つの丸が重なってが出ております。で、ここでインフラと呼んでますのが順天長衛星そのものです。で、ここでは高精度測位をこれから提供する事業をどう展開するかということの取り組みを書いたものになっています。で、これは衛星だけ上げれば順調にこの高精度測位が進むというわけではございませんで、ここにあります3つの要素が必要になります。2つ目はこの順天長の信号を受信する端末。これもコンパクトで低コストなものが必要になります。で、もう一つなんですが、これはなかなか知られてないところなんですが、実は高精度な3次元の地図、こういったものがないと実は順天長衛星を正しく使っていくことができないというものでございます。で、この3つの分野に対して新しい取り組みを始めています。まず順天長衛星の高精度測位信号、今日本中で数センチで自分の位置が決められるようなそういった信号を出しているわけなんですが、例えば自動車などに使っていただこうとする場合、日本国内だけで出していても使ってもらえないわけです。そのために順天長と全く同じ互換性のある信号をヨーロッパ、アメリカでも配信しよう、そういう会社を立ち上げています。これはサプコルダという名前の会社なんですが、これを海外の欧州のメーカーと一緒に立ち上げたというのが一つの新しい試みです。で、また地図分野です。で、こちらもですね、やっぱり三菱電機、当然今まで地図をやったことがないわけなんですが、国内の自動車メーカーの方々、さらに国内の地図メーカーの方々と一緒に、自動走行用の高精度3次元地図を逐次提供する会社を立ち上げました。で、これはダイナミックマップ基盤プラットフォーム株式会社ということで、もうすでに日本中の高速道路の地図を作られまして、地図提供中でございます。で、これも海外に向かっても展開しようという試みを開始しています。また端末ですけども、これはさまざまな方々にこう実証として貸し出しまして、今、自動運転ですとか、北海道の除雪、あるいはテレビでもありましたけど、農業、さらにはドローンの技術飛行、こういったところに高精度測位ソリューションということで、さまざまな分野で使っていただこうということを試みている最中でございます。こういう取り組み、新しい活動になっていると思います。2つ目は観測衛星データ利用です。今まで観測衛星、今まで衛星を作って、それで一応終了ということだったんですが、これからはやはりそこから先の、いわゆるダウンストリームのユーザーのところまで
近づいていこうということで、特に防災関係、海洋関係を中心にユーザーの方々と密に直結いたしまして、そういった方々にしっかり使っていこうというような活動を展開しております。特に私どもはレーダー画像、防災外交レーダーの、これは雨でも夜でも使えますので、そういったものの活用に目を向けてまして、こういった方々への必要なサービスを行おうという活動を進めている最中でございます。で、将来的にはそういった方々の要望がこれからの衛星作り、衛星の機能にも反映されるんじゃないかと、そういったような大きな循環を作ろうということで新しい試みを進めているところでございます。で、3つ目の試みですけども、三菱電機、どちらかというと大型衛星メインだったというイメージが強いんですが、小型衛星の取り組みも開始いたしました。やはりコンステレーション事業へ取り組んでいこうということで、現在の JAXA さんの革新衛星実証プログラム2号というものを開発中です。これは若手の方を中心に作りまして取り組んでいただいているということです。まあ、こういった3つの試み、今日ご紹介させていただきましたけども、こういった新しい試みも始めているというのが三菱電機の今の状況でございます。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では最後にですね、中村陽一郎様にお願いいたします。中村様は株式会社 IHI エアロスペース営業部次長でいらっしゃいます。中村様、今パワーポイント出しますので、はい、よろしくお願いします。はい、片付けするのか。皆さん、アイチャイロスペース営業部の中村でございます。ご紹介いただきまして、ありがとうございます。このような場を持たせていただいて、ありがとうございます。ちょっと最後の問いということで、ちょっとかなり緊張しているところでございますけれども、IHI グループとしての取り組んでいる、オールドスペースとニューということで、紹介させていただきたいと思います。まずちょっと簡単に自己紹介ですけれども、私は1990年、その当時 の、 石川島播磨重工業というですね、長新しい名前の会社ですけれども、入社者しまして、それ以来約30年ですね、いろいろなものに携わってまいりました。例えば国際宇宙ステーションですとか、今はないですけども GX ロケットの中の部品ですとか HTV ですとか電気推進等々ですね、何ですかね、2年ほど前ですとずっと、技術のを進めて技術で暮らしていたんですけれども、そういうような感じです。で、IHI エアロスペースそのものはですね、実はこれ調べると発足自体は2000年ということで、なんて言うんでしょうか、紙上は新しいです。で、まだ2000年から20年ということなんですけれども、ただ前身として中島飛行機という1900年前半創業の会社と石川島造船所というですね、これも元号でいうと嘉永6年とかっていう、そういう時代に創業された造船所が前身となっておりまして、そこから脈々と伝わってきてございます。で、この前身の部分ですけれども、日産自動車、ごめんなさい、ここは中島飛行機の系譜というのが、この後富士精密工業、プリンス自動車、日産自動車の宇宙航空事業ということで、脈々と受け継いできておりまして。で、2003年に石川島播磨の、宇宙開発事業部が統合して現在に至るという形になってございます。で、この中島飛行機のゲームですけれども、富士精密の時代が受け継がれてきておりまして、まさに固体ロケットが屋台骨というような会社になっております。
で、まあ、その証拠というわけではないですけれども、まあ、このチャートの下、左下ですね、これはメインプラント富岡なんですけれども、富岡の敷地を空から撮ると、まさにロケットの形ということで、そのような DNA を持っている会社です。で、この会社は私どもあるということですけれども、まあ、そもそもその固体ロケットの DNA も DNA で来ておりますので、まずはIHIエロスペースとしては H2 ロケットについているソリッドロケットブースターですとか、それを1段に使った固体の3段式のエプシロンロケットですね。で、このあたりがメインの製品群になっているなってございます。で、まあ、これをですね、なんかすごい。ちょっとこうすみません、なっておりまして、で従来であればこれ作って終わりというのを、現状はですね、これからはですね、打ち上げサービスということで、お客様の、お客様を探すところから始めて、打ち上げまでという、トータルのサービス、ソリューションサービスということで、新しいことを始めております。でそれから軌道上に行きますと、これは IHI エアロスペースではなくて、本体の IHI の方でございますけれども、衛星データを利用して、利用する取り組みですね、具体的には中長期の気象予報とかですね、そういうものの精度向上を衛星データを利用して進めるというようなことを進めております。でさらに軌道上ですと、先ほどもご紹介あったかと思うんですが、小型衛星デブリが増えているということで、この右の上の方のちょっと小さな絵なんですけれども、小型衛星用の推進モジュールで、これを新たに新しいコンセプトで今、開発を進めているというような状況でございます。で、これは何かと申しますと、オールインコントローラーも含めたオールインワンタイプで、安全な低毒の安全な燃料を使いまして、軌道上加圧方式というような方式を使って、航空機でも輸送できるというような代物に仕立ててあります。ですので、推進機能が足りないということで、小型衛星への搭載ができないかということで、新しい取り組みをしております。でそれからさらに将来に向けてですけれども、月面ですとか、その先に向けては、月面に向けては、不整地の無人走行技術、これを用いてローバーに組み込めないかというポイントと、それからドッキングシステムというのは、これ、宇宙ステーションの暴露部の技術ですけれども、暴露部のペイロードを破棄する機構で、これの発展系でドッキングのシステムについて、で取り組みを行っております。でさらに将来ですけれども、火星、さらにその新宇宙に向けてですけれども、レーザー核融合推進というような研究も取り組み始めているところです。このレーザー核融合推進といいますのは、もともと社内のチャレンジな研究項目ですけれども、不連続研究ということで、従来の延長ではないですね、研究項目というのを募集して選定されているというような取り組みになっております。で以上ですね、かなり幅広い領域でいろいろなことに取り組んでいるというのが IHI および IHI エロスペースの状況でございます。ちょっと長くなりましたけれども以上です。はい、ありがとうございます。皆様大変詳細なですね、お発表していただきましたので、かなり時間が押して、すでに押してしまいました。というわけでですね、次の議論のところをですね、どうしますかね。そしたら、一つずつちょっと議論をしていきたいと思います。それでちょっと事前に割り振っておきましたけれども、割り振りをちょっと解除しまして、で、話したい人に話していただくのを最初からしようと思います。ということで、今後の宇宙開発、ズバリどういう方向に行くと思いますか？話したい方、ぜひ挙手してください。挙手。はい、皆さん。とりあえず、挙手ない場合は、じゃあ、小山さんですね。小山さん、当ててましたよね。はい。今、手を挙げてたんですよ。あ、そうですか。すみません、私、ちょっと、この私の PC が遅い子でですね。
すみません。じゃあ小山さんお願いします。あ、分かりました。え、はい、じゃあちょっと早速、まあ、今後の中開発、大体3つの方向に向かっていくと思ってます。ちょっと3つ何かって言いますと、技術トレンドが今明らかに変わってるんですよね。で、ちょっと新しい技術トレンド、そっちちょっと後でご説明しようと思います。あともう一つ、まあ、今日のテーマにもなってましたけども、ニューとエスタブリッシュの関係。これが、まあ、ちょっと競合というよりはもう補完関係がより明確になるんじゃないかなと、それがちょっと2つ目の思ってるところです。で、3つ目は国際協力なんですけども、これも単にそこに参加してればいいということからより高いレベルに変わっていくんじゃないかと、この3つがちょっと宇宙開発の今後の3つの方向じゃないかなと思ってます。でまず技術とトレンド何かということなんですけども、やっぱりキーワードがやっぱりフレキシブルという言葉ですね。あともう一つはやっぱり社会実装、まあ、利用ということ、これがもうキーワードになってきた技術トレンド、こういったところが大事だと思ってます。でフレキシブル何かって言いますと、実は衛星の世界、これがデジタル化の流れ、ソフトウェア化の流れがものすごい勢いで今入り込んできています。で、今までですとハードウェアで実現してたんですが、例えば小衛星で言いますと、電波をいきなりデジタルアナログ変換しちゃうんですね。そこからもうすべてソフトウェア処理になりまして、もう最後の最後にまたアナログデジタル変換して電波にして出すということで、言い換えればソフトでほとんど何でもできてしまうと、そういうところにも行こうとしています。で、これによってハードがシンプルになって、打ち上げも機能が変わる。こういったトレンドが新しく出てきたというのが大きな変わり目だと思っています。で、あと、やっぱり利用というものが非常に大事になってきたということで、単に衛星作っただけではじゃなくて、使われる衛星、こういったものをいかに作り上げるか、こういったところが新しい技術の目指す方向になってきたというのが大きなところだと思います。それが一つ目です。じゃあ二つ目のニューとエスタブリッシュの関係なんですけども、今まで、まあ、どっちかがどっちというの話が結構多かったんですけれども、これからは明らかに補完関係になってきていると思っています。例えば通信見てますとですね、地上通信、5G とかビヨンド 5G、いろんなテーマ出てますけども、例えば静止で機関を担う、で、コンステレーションで網羅性を確保するのような補完関係が成立すると思っています。で、観測も似たようなもんでして、よく TIP&Q って聞いたことあると思うんですけども、コンステレーションで変化を見て、これは AI とかビッグデータを使います。その変化のあったところをよく見るために中央型衛星使おうということで、こういったやっぱり使い分け役割っていうのがよりはっきりしてきたということで、これからの宇宙の方向性、この補完関係というのが大事だというふうに思っています。あと、次に最後の国際協力なんですけども、これ今までは、例えば宇宙ステーション、まあそうだったかもしれないですが、いわゆるこう一緒にまあ参加してやってみるというレベルからですね、これからお互いに貢献、ギブアンドテイクを高度に求められる段階に入ると思っています。例えばアルテミスでも、例えば HCV の補給だとか、月面探査、着陸、こういった技術で貢献ができないと、多分参加を呼ばずという感じなんじゃないかなということで、とにかく技術、貢献できることを持っていることが大事だと思っています。宇宙状況監視もしっかりというふうに思っています。こういったところで、大きく技術の方向性が今までとは変わってくるのが私のご認識です。私どもどこをそこで狙うかということなんですけども、やっぱり今の3つに対応して、やっぱり機関としては幅広いユーザーの支持を得ることができる、重インフラの開発整備をしっかりやっていこうというのがやっぱり大きなところです。で、そこで培った高度な技術で、やっぱり商用地ビジネス、ここにしっかりと出てきたいということ、さらに培った技術で、貢献というベースで国際協力ミッションへ参加していきたい、こういったところが2大の大きなテーマになります。で、この幅広いユーザーの支持を得ることができるということで、ここでやっぱり業種連携、というものを進めた上で宇宙システム利用を拡大していきたいなと、こういうのが私どもの取り組みということで考えたいと思っているところです。以上のようなことだと思ってます。はい、ありがとうございます。大変に、短い時間ですが大変に深い話を今聞いた気がしておりまして、なんかとっても得した気がいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではクロスさん、はい、お手が上がってますね。はい、ちょっとすみません、補完ではないんですけれども、付け足す形でお話しますと、地球のですね、軌道上のこうデータと地上のデータの融合というのがもうすぐ進みまして、それでそれに対してまあ、いろんな有効なソリューションが出る気が非常にしております。どちらかというと我々は地べたから見てまして、地上でのまあ IT とか IoT とか OT とか言ったんですよね。それに対して俯瞰的なデータが加わると何ができるか、それからまあ気象データ、まあ、これちょっと
あの衛星そのものだけじゃないんです。それとその省エネを組み合わせたりとかっていう、そのいろんなアプリケーション出ておりまして、ただですね、まだまだモデルがあんまりしっかりできていないので、これはチャンスだと思ってまして、いろんな方がビジネスを考えて、それをお金に結びつけられる大きなところかなというふうに思ってます。それが一つの、こうビジネス的に言うと非常にこうチャンスを感じるところ。それからもう一つの流れとしまして、これ時間がかかるんですが、人が宇宙に行くということのインパクトをすごく感じてまして、ちょっと私、サステナビリティもやってる関係で、やっぱりこう、宇宙の非常に限られた資源の限られた環境で生きてくる技術というのが、それが地球上のですね、いろんなこう、小資源とかサーキュラー技術とか使えるように思ってますので、このところはまだ時間かかりますけども、今月で言いますと、我々今、フロンティアビジネス研究会という、MHI さんが主催して、iSpace さんとか入ってる研究会に入ってるんですけども、そこには我々だけじゃなくて、プラントメーカーさんであるとか、化学会社さんであるとか、いろんな会社が今入って、月の話を大真面目にやってるんですけども、そこで水素社会を月で作ろうというふうになると、いろんなものが、こう、なんていうかな、新しい考え、全く無人でこう効率的に、それから水をどう発見してっていうのがですね、いろんなアイデアが浮かんでくるので、そういった地球と違う環境を考えることのインパクト、そこにしかも人が行くということのインパクトをものすごく感じてまして、そういう意味では、こう、今、我々としてはですね、まあ、こう短期的なチャンスは当然、地球特に低軌道との、まあ、IoT というかですね、そういうデータ統合なんですけども、人が行くことによって生まれるいろんな市場であるとか、それから行くことを目的とするような宇宙旅行も必ず起きると思うんですね。で、それで付随するようないろんなビジネス、それから実際のインフラがもし月にできるとか、河川できるとかいうところまで考えると、もうビジネスは無限に広がるなというふうに感じてまして、そういう意味では、この新しい流れですね、そういったこう地球低軌道を使い尽くすやつ、それから人が宇宙に行くというところ、この2つの文脈でいろんなビジネスが生まれると、そこに参入したいなというふうに思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、なんか今のも大変面白い、特に有人のインパクトというのは、なかなかですね、まあ、ちょっと夢物語というところがまだまだ あるんですけども、ただいろんなことは夢を見てやってきたわけなので、で確かに有人ができていくと、ものすごい経済効果というかね、それはあるというのはもうありますね。というのは、すべてにすごくお金がかかるからですね、すべてを開発しないといけないので、もし本当に例えば有人をやるっていうふうに決めれば、各社ですね、ものすごくニーズというか人も必要になるし、いろんな技術も必要になるということですね。はい、ありがとうございます。ではですね、他にちょっと何か一言言いたい方がいらっしゃれば、ちょっと後で参加者パネリストからの質問のところに取っておいていただいて、で次の問題に行きたいと思います。社会を大きく変えるようです。変える宇宙技術の利用とか応用にはどういうものがあると思いますか。ちょっと先ほどの小笠原さんのお話の中でも、ちょっといろいろヒントはあったかと思うんですけども、どなたかお話しされたい方、手上がってます。はい、じゃあ青木様どうぞ。はい。このテーマ、考えるにあたって、例えばこの半世紀、社会を大きく変えた技術って、まず何が思い浮かぶかなと考えると、コンピューター、それからインターネット、でそして、携帯電話とかスマホなんじゃないっていうふうに思ってます。宇宙開発による成果っていうのが、これらの技術の実用化に貢献していることは間違いないんですけれども、宇宙技術そのものっていうのは残念ながら社会を変えたっていう印象が少ないんじゃないかなっていうのが実感です。だから、この社会に生きる、人間の意識を大きく変えるっていう観点では、宇宙開発ほど、ポジティブな影響を与えるものはないんじゃないかなというのもありまして、これも当然皆様の記憶にあるのは、学生さんはないのかもしれないけれども、アポロ11号の月面タイプ、これはもう大きく人間の意識を変えた一大イベントだったんだろうなと思っています。私は当時まだ小学校に入る前ですけれども、世界中の人間がそこの一つの思いを共有した瞬間だったんじゃないかなというふうにも今も思っています。それ以降、宇宙そのものの利用技術というのは人工衛星による通信、放送、観測、これら社会インフラを必要な存在になっているものの、
あくまで社会を支える存在なのかなというふうには思っています。スカパー JSAT は、この宇宙利用を通じて、社会を支えていくということが我々のミッションであると思っておりますので、まずはそれでいいと思うんです。ただ、先ほどの、議論にもありましたけれども、やはり人間が月へ、再び月へ、そして火星に、これは本当に大きなエポックなんだろうなというふうに思っています。特別に訓練された宇宙飛行士だけではなくて、我々も含めた普通の人々が月や火星で活動するという社会がもう間近に迫っているんだと思っています。この月や火星への人類の進出っていうのが、これこそが多分社会を大きく変える宇宙技術として、人々の記憶に残るものじゃないかなと。多分月面着陸に続いて、宇宙技術の大きなエポックで、これなんだろうなというふうに思っていますので、我々としてはですね、今日ユニセックのイベントに参加している学生さんたちはですね、このような社会を生きることになるということを考えるとですね、とても羨ましいです。私自身は、自分自身、2063年まで必ず生きていきたいと、こういった世界が来るのを自分の目で見たいと思ってますので、日々体を鍛えること、長生きすることに努めているんですけれども、こういったやはり人が宇宙に出るということこそが社会に大きく変えるということになると強く信じています。スカパー JSAT はそれを支える通信インフラを担う会社になりたいというふうにも考えています。はい、ありがとうございます。すごいですね。なんか急に話が大きくなってですね。とてもいいと思います。はい、では中村さんも手が上がってますので、はい。はい。すいません、なんかすごく壮大な話の後でなかなか話しづらいななんていうところもあるんですけども、まずこのテーマで宇宙技術の利用応用というポイントですけれども、宇宙技術っていうところを少し考えるのかなと思いました。で、いわゆる具体的には要は宇宙に行くための技術と地上の技術を宇宙で使うため宇宙を利用するための技術、それから宇宙からの情報を地上で使うための技術というような形で、いろんな領域カテゴリーがあるんだろうなというふうに考えてます。で、宇宙に行くための技術、これはロケットですとか、そういう技術ですけれども、確かにこれが地上の社会生活にですね、影響を与えるというシーンはなかなか想像できないなという印象です。で、次に地上の技術を宇宙で使うということですけれども、宇宙はそもそも過酷な環境ですので、真空環境ですとか、放射線、温度変化も大きいというような状況です。で、これらに耐えられるような機器や装置を作れる、インテグレートするということそのものが一つの技術であって、それを地上にフィードバックするということは過酷な環境でですね、例えば放射線のたくさん人が入れないような環境で何かするというような厳しい環境で高い信頼性が要求されるシーン、こういうところにフィードバックされるんではないかなというふうに考えております。で、これが具体的にどういう場面かというのはなかなかちょっと想像は難しいかなという気はしております。で、それから衛星というか宇宙からの情報を使うということでは、もうすでに通信衛星ですとかいろいろ活用されていますので、これが社会を大きく変える大きな一つのポイントになるかと思います。で、 IHI でもですね、先ほどちょっと説明しお話ししましたけれども、GPS 衛星を使ってですね、中長期の気象予報をより高精度化するというような取り組みをしておりまして、それが地上の社会生活へ良い影響を与えていくんだろうなというふうに考えております。で、さらにこういうような形で低軌道を活用されますと、デブリの話当然出てくると思いますけれども、小型衛星用 の推進モジュールを使いましてですね、これが例えば標準搭載されるようなことになると小型衛星の運用が終わった時に
速やかにデオービットできると、軌道離脱できるというような、そういうようなことができると、軌道上の交通整理というか、交通渋滞も緩和していくんではないかなというふうに思っております。まあ、こういうところに貢献していきたいなというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。そうしましたら、第3番目の、問いにいきたいと思います。本当皆様ご存知の通りですね、アメリカの、予算に比べて日本は10分の1なんてもんではなく、100分の1ではないかっていうぐらい、まあ、少ないわけでございますが、そういうところでですね、日本の宇宙産業は生き残って発展するために何が必要と思うか。で、まあ、各社というわけではなくですね、日本としてでもいいですし、あるいはこういうことがあったらいいなでも、まあ、何でもいいんですけども、ちょっと自由にお話しいただきたいと思います。どうしましょうかね。足立さん、行きましょうか。はい、足立です。そうですね、我が社というよりも、日本がっていう主語で、いろいろ話をすると、まあ、大規模投資がなくても、知恵と勇気でいろいろやってきたし、それをやっていくっていうのが日本らしいし、日本的だと思うんですね。世界で初めて GPS システムっていうものを構築するっていう、そういう、何兆円にも及ぶようなインフラ整備っていうのは、最初はアメリカが行うんだと思いますけれども、まあ、それを日本流にアレンジして、最小限の衛星基地で対応する、そういう動きをやってみるとか、それから、まあ、今日帰ってきたはやぶさ2の話だとか、そういうこともあるし、で、まあ、コロナの時代になってつくづく思うのは、やっぱり日本の自立性っていうのをもっともっと上げていかなきゃいけないと、いろいろ制限はあるけど、基本的には世界からある程度独り立ちして、ある一定期間は生き延びられる、そういう世界にしなきゃいけないという気がしてます。そうすると、まあ、SDGs への貢献、もっと言えば日本全体がスマートシティにならない、スマートネーションとして、まあ、将来の少子高齢化とか、激甚災害とか、過疎化の問題とか、それから人手不足を AI で補うとか、まあ、そういうデジタライゼーションを中心としたスマートな国家を、まあ、ほぼほぼ自国の技術で対応できるっていう、そういう世界を、まあ、数十年後最終目標とすべきだと思うし、その時には必ず宇宙が利用されている世界になっていると思うんですね。なので、まあ、途中経過はいろいろあるかもしれませんが、基本的には最終的に、まあ、世の中のために宇宙が組み込まれているっていうのを最終にするべきだと思いますし、日本が独自にそれをやれば、最も強い説得力のある製品が一つそこで日本にできるんじゃないかなというふうに思ってます。だから、そこのキーワードは特に宇宙産業だなんだっていうことはなくてもいいと思ってまして、まあ、ものづくり日本って、強いて言えばものづくり日本っていうところ、この立ち位置は変えたくないなっていう、そういう気がしてます。はい、すいません、簡単ですけど。はい、ありがとうございます。そうしましたら、じゃあ、あとはじゃあ小笠原さん、ちょっとお願いします。何が必要ですかね。はい、結論から申し上げると、まあ、先ほど小山さんがお話になったこととか、今の、ね、足立さんがお話しあったこととかなり被るんですけど、面白いなと思ったんですけど、3つやっぱり大事かなと思ってるのは、技術的にはやっぱ得意を伸ばすことかなと思います。から、2つ目は、ネットワーク、ないしは他産業との連携、あまり宇宙の産業の中、タコそば中だけに入らないこと、から3つ目はやっぱグローバリゼーションですかね、世界との対応、世界とのコミュニケーション、ってことじゃないかなというのが3つは私の答えです。そこに至っている背景をちょっと時間かかりますけど、私の頭の中を時間的な展開と、それからいわゆる領域的な展開でお話をします。時間的な展開で言いますと、宇宙の開発は少なくとも1960年代、70年代の当初は、いわゆる我が国は少なくとも科学技術という観点でやってきたはずです。で、これが2000年、ないしは90年後半ぐらいになってくると、にわかに利用だ、産業化という話が随分出てきました。で、ここ数年何が言い始められたかというと、
やっぱり宇宙は新しい安全保障の対象であると、ないしは安全保障が最近言ってることはサイバーと宇宙と電磁波というキーワードが入ってきました。なかなかきな臭いですけども、宇宙に対してそういうことを明らかに言うように、だいぶ宇宙に対する認識が変わってきたと思います。で、今日のお題はじゃあ日本の国として宇宙産業どうすべきか、日本として宇宙産業どうすべきかというお話だったと思います。今のは時間的な展開しましたね。で、領域的な展開を言いますと、その中で日本の位置づけみたいな話も一緒になって出てくると思うんですが、私3つに分かれると、なしは私の頭の中で3つの展開を考えています。一つはやっぱり利用です。特に我々輸送屋なのでレゴの利用、低軌道の利用、当たり前に増えます。確実に先ほどどなたがおっしゃいましたけど、必ず人が宇宙に出る時代がすぐもう相場やってきます。で、そうするとそこに市場爆発が必ず起きます。で、そこで誰かが行き始めれば、レゴでいろんな仕事をやる人が増えてきます。したがってそこにはマーケットは必ず、新しい市場は必ずできていくと、そこで宇宙産業といいますか、宇宙の民の宇宙がそこで生きていくんだろうなと思っています。一方、我が国日本の宇宙という観点でいうと、先ほど言ったその3段階の時間的展開からすると、やはり国家とか安全保障という観点でやっぱり宇宙を使うっていう切り口が随分増えていくんじゃないかなと思います。で、そこのプレイヤーになっていくのはやはり技術を持っているやっぱりプレイヤーで、で、先ほど足立さんおっしゃいましたけど、自立というキーワードが当然国家としては自立が必要ですので、国としてやはり国を守るという意味で宇宙を使っていくというような扱い方とか、もっと言うと、そうですね、例えば産業なんかも、ある意味宇宙産業なんかも一つに統合するとか、垂直統合とか、この安全保障に関してはやっていこうと、まあ、そんな動きが出てくるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思っています。それが2つ目のリージョンです。で、3つ目のリージョンは今日帰ってきたはやぶさと同じで科学で、ここだけはやっぱりなくならない世界で、もうみんな嬉しくてしょうがない、もうなんかワクワクしてしょうがない。今日も海外の友達からやったなっていっぱいメールもらいましたけど、嬉しくてしょうがないですね。ただ経済的にどこまでお金が使えるかっていう議論がありますから、ある意味お金がにあるタガをはめた中で、その科学もやっていくのかなという、領域的にはその3つだと思ってます。という中で、じゃあ日本がどう生き残るかという意味で言うと、先ほど申し上げた民生のところで、具体的にマーケットで生きていくためには、やはり、他産業と連携していろんな市場が広がりますから、宇宙だけではなくて、いろんな、その、なんていうのかな、低軌道で展開できるような仕事を自分たちでやれるようにしていくこと、それからグローバル化で、宇宙に出てしまうとマーケットはもうどこの国でもんでもないので、他の国のサプライヤー、もっと言うと我々がサプライヤーになっても構いません。そこで連携して仕事を大きくしていくこと、その時に日本の宇宙産業なのかっていう議論があると思います。ただそれは別に日本人がやってれば日本の宇宙産業という見方もありますから、それはそれでいいんじゃないかなと思ってます。で、もう一つ、宇宙が残る日本の宇宙産業の生きていくところは、申し上げた安保の安全保障の宇宙のところは必ず残ります。残さないと国として困りますから。で、そこではやはり技術をしっかり磨いていくこと、他国に依存しないような技術を磨くような仕組みとか、そういうプレイヤーにどんどん出てきてもらう、なんかそんな組織づくりを国としてやっていくみたいなことが必要になっていくんじゃないかなと思います。最後、科学のところはみんな楽しむ気持ちをずっと国民が持ち続けるということが大事かなというふうに思っております。ちょっと長くなりました。以上です。はい、ありがとうございます。ですね、そうしましたら一旦ここで議論をちょっと終わりまして、で、最後の質疑応答のところでもう一回やりたいと思います。で、ここ、今回スペースジョブフェアでございますので、参加者の皆様はですね、各社さんがどういう人を本当に欲しがっているのかというのがやっぱりものすごく知りたいわけなんですよね。ですので、各社さんのですね、欲しいと思う人材はどんな人で、どういう資質を持っていて、で、そのためにどんなキャリアパスをご準備されているかというような、されてなくてもいいんですけど、
まあ、何かこういう人が欲しい、こういうことができるということを各社さん言っていただければと思います。で、順番先ほど逆にしまして、後ろから中村様からお願いいたします。はい、わかりました。中村でございます。必要な人材とキャリアパスということでございますけれども、まずまあ、これ宇宙ってと宇宙に限るということではないと思うんですけれども、まず宇宙業界といってもかなり領域は広いので、まずは何をやりたいかと、本人の思いと希望で、それがはっきりしているのが必要なんではないかなというふうに思います。で、もし、で、さらにその自分の夢や希望、目標に向かってですね、前向きに、まあ、積極的に進もうという人がいれば、ぜひ応援していきたいなと思っております。で、さらに、なんて言うんでしょうか、ただ、その道もですね、一直線でまっすぐ、私の経験もありますけれども、まっすぐゴールにたどり着くというものではなくて、いろいろ紆余曲折するところもあるのかなと。で、それを糧とできる前向きな心っていうのが必要なんではないかと。で、そういう方々がですね、ぜひ宇宙っていうのは新しい領域ですので、その領域で何か自分の夢を実現するんだと。そういう思いで来ていただけると嬉しいなと思っております。で、そういう方々に対しては、IHI グループとしてはですね、ちょっと乱暴な言い方になるかもしれませんが、チャレンジできる環境というものを提供できるのかなというふうに思っております。で、これもちょっと会社の宣伝になってしまうんですけれども、IHI グループですけれども、人材こそが最大かつ唯一の財産であると。いうことを企業理念として掲げておりまして、人材育成には非常に力を入れております。で、その育成のやり方は何かと言いますと、例えば教育をするとかというよりは、若手が伸びる場を提供すると、具体的に言いますと仕事を若い方々に任せるというですね、いうような取り組みでございます。で、現在イプシロンの打ち上げ事業ですけれども、これも将来に向けてどういう形がいいのかというのを、大体若手の30代前半ぐらいが中心になってですね、検討を進めているという状況です。で、特にまた IH アイロスペース、割とこじんまりとした1000人ぐらいの会社ですので、さらに若手登用される可能性というのが非常に高いかなと思いますので、ぜひですね、活躍できる場は提供できるかなと思っております。以上です。はい、はい、ありがとうございます。はい、では皆様ちょっと手短によろしくお願いいたします。では小山様、大丈夫です。小山様、三菱電機さんではどういう人材が欲しいでしょうか。はい、じゃあちょっと手短に、はい、先ほどもちょっと今変わり目っていうふうに申し上げたんですけども、今も例えばですね、アポロが月着陸した時って日本が初めて衛星打ち上げたぐらいなんですよね。で、そこからもキャッチアップが始まって、ある意味今までって次に何をやればいいかってはっきり分かってたということで、例えば衛星で言えばスピン衛星やった後は三軸衛星で、その次は大型衛星だとかもやることが分かってて、ひたすらそれに向かって頑張ってきたというのが今までだと思うんですよ。ところがさっき言いましたように、今明らかに変わったんですよね。で、これからはもうお手本がもうない世界に入っていって、利用も衛星も含めて、やっぱりこういうふうに将来こういうふうな姿があってほしいっていうものをこう描いてですね、そこに向かってやっぱりゴールに向かって目指していくっていう、そういうことが本当に必要になってくると思ってます。ですから逆にそれに関して言いますと、ぜひそういう今後こういう姿がやっぱり自分として何としても実現したいということとかですね、それに向けて、まあ、いろんなことをチャレンジしたいという方に来てくだされば、そういう方々本当に活躍できる場がいろいろ用意できるんではないかなと思っております。で、まあ、そういったことに向けて、さっき言いましたように新しい外の会社との連携ですとか、新しい会社を起こしたりという、これも始まってますので、まあ、OJT と呼んでるんですけども、実際にそういう場に行って自らこうその先頭に立ってですね、活躍いただくですとか、まあ、そういったあるいは海外拠点で
まあ、いろんなメーカーの方々と一緒に共同作業していただくですとか、まあ、いろんなテンパー提供できると考えております。ぜひそういったチャレンジの精神の方、まあ、ある意味企業内起業家かもしれないんですけども、そういうマインドの方ぜひ来ていただければご活躍する場がたくさんご用意できると思っております。まあ、よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。では横川電機さんではいかがでしょうか。マイクが聞こえますか。はい、聞こえてみます。はい、ですね、我々として期待している人材はですね、宇宙をやりたい方というよりも宇宙もやりたい欲張りな方というふうに思ってまして、でこれから本当に今どなたかが長生きしたいとおっしゃったので、私も全くその通りで、まあ、非常にものすごい変化が宇宙ビジネスで起きてまして、笑えるものが宇宙に広がるイメージなんですよね。なのでこう宇宙をやりたいというか、もう宇宙も今のこうものが広がる中での宇宙ということで、例えば今我々としては今こう制御分野ではもう極地深海まで来ました。北極圏とかそれから深海やってますので、次は宇宙だというノリでやっておりますので、月を6番目の大陸、大陸大陸、火星を7番目の大陸というふうに思っていただけるようなパイオニア精神にあふれた方、そういう方ですね、来ていただけると嬉しいなというふうに思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。では次は、三菱重工さんではどんな人が欲しいでしょうか。はい、小笠原です。まあ、単的に言うとこれも3ポイントですね。一言で言うと体力ある人、それから自らこう外向きに自分の思いを発信できる人で、仲間作りをできる人ね。であとは、3ポイント目は勉強を嫌がらない人です。体力という意味では正直決して楽な仕事じゃないと思います。たくさんいろんなプログラムを持たされて、同時に答えを求められるとか、例えば打ち上げの時はトラブルがあればもう徹夜もしないといけないとか、当たり前です、そんなの。そういう意味ではやりがいはありますけど決して楽ではない。なので体力だけはしっかりつけてきてほしい。から発信、うちの三菱重工のいいところっていうか、まあ、風土としてこういうことをやりたいって本当に言う人に対しては周りがサポートしてくれます。でそういうアイデアをぜひ若い人には言ってほしいし、発信できるような人に来てもらいたい。それから最後、勉強ですね。やっぱりエンジニア死ぬまで勉強だってよく言われますので、先ほど新しい事業をいろいろやらないといけないとか、他産業と連携とかありましたが、やっぱりいろいろ勉強しないといけないことは常にありますから、それを嫌がらない人に来てもらいたい。その3点です。以上です。はい、ありがとうございます。そのような方は私たちも欲しいですが、はい、ではみんな欲しいんじゃないかと思いますが、はい、では次ですね、じゃあ日本電機 NEC さんではどんな人が欲しいでしょうか。言いたい放題どうぞ。はい、はい、まあ、今何人かの方で言っていただいた方が欲しいなと私も思います。簡単に言うと何ですかね、必要だったら世の中の仕組みあるいは周りの人間関係も変えてやろうっていう、そういう熱い気持ちがある人ですかね。今人工衛星のことをこれだけ知ってるとか、これだけ知識がありますっていうのは、まああんまり気にしなくていいのかなという気がします。なんなら最初に宇宙の企業に入らなくても、どっかのところで世の中をまず変える試みをやってみて、これを使ってこれで宇宙を使って世の中を変えてやりたいっていう、まあそういう、人生を歩める人がいれば非常に歓迎かなというふうに思ってます。で我が社の中は、まあ新卒だけじゃなくて中途採用も通年いろいろ取るっていう、そういう時代にもうなってきてますので、特にこだわるなく自分の人生のタイミングでいろいろなチャレンジをしていただくことが自分の価値を上げるのかなというふうに思いますね。それから、まあ、今知識がなくてもいいよっていうのは別に英語とかですね、ぜひ身につけてほしいんですけれども、今英語が身についてなくても、入っていただければ現地法人に放り込んで数週間業務するというそういうハードな研修もありますので、しかもインドとかですね、結構辛いところに行かされるのもありますので、会社に入ってから十分鍛えられますので、心身の健康を第一にまずやっていただければなというふうに思います。以上です。
はい、ありがとうございます。体力採用のところが多いようでございますね。では最後、スカッパー JSAT さんではズバリどういう人が欲しいでしょうか。はい、スカッパー JSAT ではですね、2020年の10月、今年の10月からテレビ CM を打ち出したんですね。これ、未知を価値にっていうコーポレートスローガンで、要は、宇宙事業に限らず、スペースフォーユアスマイルという我々のミッションのスペースは宇宙に限らず、人間が生活するすべて、スペース、すべての領域というのを意味しているんですが、やはりスマイルのために、未知を価値に創造できる人材、これが欲しいです。要は我々のコーポレートスローガン、ミッションとスローガンを実現できる人材として、未知を価値にということをやりたい方に来ていただきたい。で、その中でも特に私の個人的な経験から言うと、やはり、へこたれない、どんな局面にあっても常にニコニコしていられる、こんな人材が欲しいですね。楽観的じゃなきゃこの業界生き残れないというふうに思っています。そんな人ぜひとも来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。各社ですね、欲しい人材がかなり似通っていますので、かなりの奪い合いになるのではないかと思います。これからお仕事をアプライしようとしている方たちですね、なんか欲しい人材みんなに似通ってますので、ぜひそのようになってチャレンジしましょう。はい、ではですね、ちょっとお時間取りまして、皆様からのご質問を取りたいと思います。お仕事のことでもいいですし、それから先ほどお話ししました議論の話でも良いですし、どの会社さんでも結構ですので、ご質問ありましたら挙手を、手を挙げるボタンを押していただけますでしょうか。なんか皆さんお疲れになってしまったでしょうか。あれ、誰からも質問がない。あれ、どなたか手を挙げているようなんですか。ちょっと私のパソコンで認識できてないんですが、誰か手を挙げてませんか。出てないですか。岸本さんという方から手を挙がってます。では岸本さんですか。はい、どうぞお願いします。はい、室蘭工業大学の岸本健吾と言います。聞こえてますでしょうか。はい、聞こえています。はい、三菱重工の小笠原様にちょっと質問があるんですけど、H1 ロケットから H3 ロケットまで新しいロケットの開発にずっと携わってこられたと思うんですけど、その新規開発で、苦しいこと、そして達成した時の達成感というのはどんなものがあるのかなというのを教えていただけないでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。なんていうのかな、達成感、苦しいことですか。苦しいことは、もちろんその開発の中でトラブルに対応していくのも苦しいんですけど、この立場になって思うのは、そういう次のプログラムですね、H3 を立ち上げるのがすごく苦労しました。H2 前段開発したのが1990年頃です。で、その後30年近く経って、ようやく H3 前段開発するということで、そういうそのロケット全体を やらせてもらえる機会、これをいかに作り出すかというところは非常に大変でした。それが、とても大変なことです。から達成感は、当然ですけど、ミッションが成功したときは嬉しくてしょうがないですね。ただ、先ほどどなたか、はっきり言うと名前言うと足立さんおっしゃってましたが、今日はやぶさのカプセル帰ってくるときに自分が設計したところがあったので心配で見てたとおっしゃってました。実は私 H2 の入社して2年目に H2 の1段と2段の分離システムの設計担当で、をしました。で、開発試験のスペックを書いて試験をして、図面を書き、で、それで、クオリフィケーションをやりまして、今もそのミッション、分離システムで飛んでます。ミッションの時に一番気になるのはやっぱりそこでして、1段2段分離成功しますと、後ろ向いて自分だけ手叩いてます。もちろん、ミッション終了するまで見てますけど、はい、そのところがやりがいあるところです。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
他に、もう一つぐらいは質問取れますが、あ、どなたか手を挙げてますかね。他にご質問ありませんでしょうか。この方たちが集まる機会は本当にまれです。このような場はめったにないので、ぜひ聞きたいことをぜひ言っていただければと思いますが、特にないですかね。皆さんおとなしいですね。ちょっとなんかパネリストの勢いにちょっとなんか引いちゃいましたかね。ちょっとね、はい。はい、そうしましたら、パネリスト同士で何かご質問ありますか。川島さん、武藤さんという方が手を挙げてます。はい、じゃあどうぞ。ごめんなさい、私のところは見えない。武藤さん、どうぞ。九州工業大学院の武藤と申します。聞こえているでしょうか。はい、聞こえてます。ですね、特定のどなたっていうわけではないんですけれど、先ほどのどんな人材が欲しいかっていうところで、例えばその体力ある人とかパイオニア精神のある人であったりとかいろいろあると思うんですけれど、そういったものっていうのは、選考においてどういうふうにして アピールしたらいいんだろうというのを、さすがに露骨に何か言うのも何かあれだなっていう気がしていて、何かそういうのってあるんでしょうか。はい、皆様どなたか、お答えできる方です、はい、そうですね、作戦を伝授するわけにじゃないんだけども、まあ大体見てれば分かりますっていうことになっちゃうですかね。それでもっと言うと、自分が本当にそういう、いざという時の精神力を持ってるかどうか分かってない人も多分就職する時っていると思うんですよね。だから何ですかね、自分が、求められる人材であるというエピソードを集めるというよりは、自分がやってきたことを簡便に人に説明するっていうことに真摯に向き合ってると、おのずとそれは相手に伝わる、我々には伝わると思いますよ。意外に皆さんが思ってるほど外れは引かないんですよ、我々。はい、以上です。はい、 ありがとうございます。参考になりました。はい、ありがとうございます。では次のご質問の方、S171118さん。はい、すみません、ちょっと名前表記が変えられないのでこのままで失礼します。神奈川工科大学学部4年生の板垣と言います。はい、で、はい、聞こえてます。どうぞ。はい、はい、IHI エアロスペースの、中村陽一郎様に質問です。いくつか開発、その先ほど H2 ロケットのこう分離機構に、はい、携わった後のことでしたが、こう開発を やっていく中でこういくつか教訓が得られたと思います。何か一つ教えていただけたら幸いです。はい、すいません、 H2 ロケットと分離機構は多分小笠原さんが開発に携われたんじゃないかなと思いますけれども。あ、すみません。でもせっかくのご指名なので、開発で開発をする上での教訓というとですね、私実は座右の銘がありまして、予測したことは起きないと、それを教訓に今まで開発してきました。で、何を言ってるかというと、もう一つありますね、変えたところに何か起きると。開発っていうのは不具合との戦い、言い換えるとですね、不具合との戦いであって、いかに不具合を起こさないわけにはいかないんで、起こらないっていうのはかなり難しいんですけども、うまく対応していくと。で、起こらないに越したことはないと。で、そのためにですね、教訓として何を考えて、いつも教訓として持ってるのが、変えたところに何か悪さがあって、で、それに対さらにこういうことが起きるかもしれないと予測したことは大概起きません。それが30年の経験です。これで回答になってるでしょうか。あ、はい、ちょっとそういうなんか なんていうんですかね、 あるあるみたいなところがちょっと聞いてみたかったので質問しました。どうもありがとうございました。
たくさんたくさん考えるんですね、いろいろなことを。こういうことがあるかもしれない、こういうことがあるかもしれないって言って考えると、考えたことは大概起きなくて、考えてないところから背中で刺される、背中から刺されると、そういうのが私の経験です。はい、あ、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。もう一人ご質問があります。ちょっと時間過ぎてますが、もう5分ぐらいお願いします。ですね、チャラテルヒサさんですか。ちょっと難しい名前ですね。はい、小原です。あのメールアドレスのままとなってしまい申し訳ございません。すみません、チャラじゃない、小原でした、失礼しました。はい、どうぞ。すみません、京都大学工学研究科修士1回生の小原と言います。皆さんというとちょっと申し訳ないんですけど、ご説明いただいた方々は皆さんもマネージャークラスといいますか、いろいろ経験された上でいろいろされていると思うんですけど、エンジニア死ぬまで勉強という発言もありましたように、今どういう勉強を今したいかというようなことをお聞かせ願えないでしょうか。お願いします。はい、エンジニアの方で今勉強しておられる方、何勉強しているか共有いただけますでしょうか。あれ、最後、ずっと勉強だって言ったのは誰でしたっけ。小笠原さんでしたよね。あ、小笠原さん、じゃあ今何をご自分では勉強しておられますか。私ですね、実は、はい、端的に言うと、今改めて圧縮性流体力学の勉強してます。もう一つ、二つ目はロシア語です。以上。はい、なぜか答えると、圧縮性流体力学は実は黄金期のプログラムをやったときに答えがどうしても見つからなかったことがあって、設計会を無理無理フライトデータで作ったことがあります。で、現象論をずっと追っていくと、やっぱりもうちょっと真面目に勉強しなきゃなということで、最近一生懸命勉強しているというのが実態。ロシア語に関しては、宇宙ステーションプログラムの時に、ロシアのエネルギアの人たちと付き合った時に、秘書さんが、通訳の秘書さんが非常に聡明な方で、ぜひ次回お会いしたらロシア語でその方とお話ししたいと。以上です。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。動機はいろいろ不純でよろしいと思います。では常川様、次のご質問どうぞ。ありがとうございます。皆さんのいろいろなお話聞いて、やっぱ人生いろいろ経験積まれてきた方々のお話なのですごいなっていうのと、あと同時に、なんというか、そのいろいろ経験積んできた方であっても、話すときすごい子供みたいにすごい楽しそうに話される様子とかがすごい、大人も子供関係ないのが宇宙なのかなとか思ったりしたところなんですけど、でそういった中で皆様いろいろ経験の中で多分壁にぶつかることとかっていうのはすごいたくさんあったと思うんですけど、そういった中で普段の自分の生活とか、今までいろいろやってた習慣とかで、あ、こういうことやっといてよかったなとか、仕事に生きてきたとこがあったなっていうとこあれば、もしよければ教えていただけると幸いです。お願いします。どなたか話したい方いらっしゃいますか。はい、じゃあまた足立が。はい、ではぜひ良い習慣を良い習慣、難しいんですけどね、仕事で壁にぶつかっている時っていうのは、自分の悩みだけじゃなくて、他者さんとか、いろいろな人々に迷惑をかけるっていう意味でのプレッシャーみたいなものに押しつぶされそうになるんですけどね。でも最終的に、他のメンバーもそうだと思うんですけど、結局命は取られないよねっていう、もう最後の最後行き詰まるとそこなんですよ。それで皆さんいろいろな趣味がそれぞれお持ちだと思うんです。私たまたま、ソフトボールやってまして、ソフトボールのピッチャーやってるんですね。そうすると1点差でノーアウト満塁で、1つボールを投げたら押し出しで、サヨナラ負けとかっていう、そういうピンチがあるわけですね。でそういう時に自分の心を落ち着けると、人間本当にピンチになるとスーッと熱量が下がってきて冷静になれる時があります。それが本当に最後のチャンスなので、その時に自分の頭脳を駆使して冷静に判断するということをやってほしいんですね。でこれ多分世の中でですね、
パートナーの人とか家族と喧嘩になりそうになったり、外を歩いてていろんな人と揉め事が起こりそうになったりとかって言った時に必ず出てくるものなので、それを毎回毎回、繰り返す、自分を鍛えるっていう、そういうことが意外にいろんなところで役に立つと思います。答えになってるか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだまだ質問あると思うのですが、本当に時間になってしまいました。ですので、あともうラップアップ、あとすいません、あと本当にそうですね、5分ぐらい、あと5分で終わりましょう。で、ラップアップはですね、参加者の登壇者の皆様一言ずつですね、熱いメッセージを、このこれから宇宙に飛び込もうと言って思っている方々にですね、熱いメッセージ、心に残る熱いメッセージ、短いメッセージですよ、一言ずついただければと思います。はい、ではどなたからいきましょうか。ご準備ができた方からどなたがいいですか。小山さん、できてます？あ、じゃあ一言。はい、どうぞ。じゃあ一緒に新しいチャレンジをしましょうというその一言です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。一緒に新しいチャレンジをしましょう。はい、ありがとうございます。では次の方はどなたがいいですか。小笠原さん、どうですか。はい、先ほど申し上げた通り、これからマーケットも広がります。世界と一緒に仕事をしないといけなくなります。ぜひ活躍の場は広いので入ってきてください。以上です。はい、ありがとうございます。では中村さん、どうでしょう。はい、宇宙は飲み盛り満載のフィールドです。で、ここでぜひ皆さんの夢や希望叶えてください。30年後、50年後にはすごいなというふうになれるように期待しております。はい、ありがとうございます。では足立さん、どうぞ。はい、そうですね、自分たちが生きる世の中を自分たちで良くしていきましょう。私も頑張ります。以上です。はい、自分たちの生きるところを自分たちで良くしていきましょうですか。どうおっしゃいました。はい、はい、はい、すごいですね。はい、わかりました。では、じゃあクロスさん、いかがですか。はい、本当に今日はありがとうございました。本当に今面白い楽しい時期が来ていると思います。これから本当に宇宙が広がってきますので、ぜひみんなで、宇宙に行きましょう。はい、ありがとうございます。では最後、鳥で青木さん、お願いします。はい、私もクロスさんと一緒に宇宙に一緒に行きたいと思いました。まあ、22世紀、あと80年経てば22世紀なんですね。私は先ほど2063年まで長生きすると言いましたけれども、実は22世紀を見たいと思っていて、あと80年長生きしなきゃいかんと思っています。ぜひ皆さんもですね、長い22世紀をこの目で見ましょう。みんなで見ましょう。楽しい仕事が待っていると思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではこれで本日のパネルディスカッション終了したいと思います。で、皆さんもパネル、登壇者の皆さんも本当にありがとうございました。また参加者の皆様も、たくさんご質問もいただきましてありがとうございました。でこれから引き続きまして閉会式を行いたいと思います。ですので、登壇者の方本当にぜひ閉会式まで行ってくださいね。はい、もうあと5分ですからね。はい、では森の方に、マイクを移しますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは閉会式の方に移らせていただきます。本日というよりもこのジョブフェアイベント最後のコンテンツとなります。まず最初に2日間お疲れ様でした。参加者の皆様、ご発表いただきました。企業の担当者の皆様、またお忙しい中、時間を割いていただき、ご登壇いただきました皆様、誠にありがとうございます。去年は1日だけだったんですけど、今年は2日間という、
期間でこのジョブフェアを開催させていただきました。目的としてはより多くの企業様に企業の紹介をしてほしい、より多くの参加者様に参加してほしいというと。あ、すみません、ミュートになっていました。すみません、もう一度ご挨拶だけさせていただきます。失礼いたしました。まず2日間お疲れ様でしたということをお伝えしたいと思います。はい、非常に長いジョブフェアということで、去年1日だけだったんですが、今年は2日間にあえて設定しました。どうして2日間にしたかというとですね、より多くの企業様にご参加いただいて、企業様の紹介をしてほしい、まあ、より多くの企業様をご出展いただければ、きっと参加者の方も多く来てくださるんではないかと思いまして、いろんなコンテンツだったり、いろんな企業様の声掛けした結果、この2日間で開催するという結論に至りました。まず2日間のご参加いただきました参加者様、誠にありがとうございます。企業のご担当者の皆様も2日間週末という中、企業説明の方もしていただきまして誠にありがとうございます。でパネルディスカッションにご参加いただきました皆様、週末という中まだご多忙の中、時間を割いてパネルディスカッションの方にご登壇いただき誠にありがとうございます。もう本当に私自身も聞いていて学びの多い2日間だったんですけども、このようなイベントにできたのも参加者様がご参加いただいたおかげ、登壇者の皆様が登壇いただいたおかげ、出展企業の皆様が企業紹介セッションしていた、していただいたおかげだと本当に思っています。ぜひですね、このようなイベントを毎年の恒例行事としてできるように、我々も今年の良いところを続けて、反省点は反省して、来年はより良いイベントとしてやれればいいと思っていますので、ぜひ企業の皆様、また参加者、本日ご参加いただいた参加者の皆様もですね、来年以降もご参加いただければと思います。はい、ジョブフェアの担当窓口としてこの場を借りて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。それではこれで閉会の挨拶とさせていただきます。皆様2日間の間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれで終わりとなりますので、皆様ご退出の方よろしくお願いいたします。それでは